でこれキーワード探し結構難しいんですけど、一個参考になるのが、あの Google 検索すると有機野菜って入れると、有機野菜スペースまで入れるとその下に候補が出ませんか。いくつか5個か10個か分かんないですけど、あの候補っていうのはよく検索されてるキーワードの候補なんで、有機野菜で記事書きたいなと思ったらあそこで有機野菜って入れてみたらいいんですよ。で世間がどんなことを知りたいと思ってたくさんの人検索してるのかなっていうのはその下に出るんで、そのキーワードを使ったタイトルを含めてそれについて悩みを解決する記事を書くっていうのを繰り返していくと、それだけで多分100記事200記事ぐらい簡単にいきますね。で記事書くときに気をつけたいことなんですけど、何がいいかな、難しい話にしようかな。郵政不燃っていう話があるんですけど、これ農業者、有機農業者だったらまあまあ知ってます。あの種を作る時のその交配させる、親株が2つあってハイブリッドで交配させて新しい品種を作る時に使ってる性質の話なんですけど、これ説明するのすっごい難しいんですよ。まあこれはもちろん知りたい人がいるっていう前提ですけど、知りたい人がいてこのキーワードで記事書きたいって思った時に、例えがちょっと悪いけど、これについて僕はちゃんと知ってます。専門家ではないけど説明できるんですよ。でもこれを知りたい人は素人なんですよ。だから僕が知ってることをそのまんま専門的に書いちゃうと読んでる人全くわからないんですね。だからこれを、ああ郵政不燃は悪い、悪いな、例え悪すぎますね。 F1 後輩、 F1 後輩種わかりますよね。これぐらいは F1 のことについてお客さん知りたい、で僕はもちろん専門家だから知ってるっていう時に、 F1 について優しく説明してあげなきゃいけなくて、日本人がいます、男性です、ロシア人がいます、女性です、ここから生まれてくる子供はハーフなんですよ。でこの子は日本人の例えばおしとやかで髪が黒くて和な感じの性質を受け継いでるけど、目が青くてすごく背が高いスラッとしてるっていうような子がもし生まれたとしたら、この子が F1 なんですよ。でこの子が、また誰かと結婚して生まれた子供っていうのはこの子と同じにはならなくて、ロシア人のそのお母さんの性質が前面に出たりとか、日本人のお父さんの性質が割と強く出たりすることがあるんですよ。これがいわゆる F1 っていう性質の仕組みなんですけど、これ人で例えると自分に近いイメージなんで分かりやすいんですよ。でも真面目に交配させる話をしてメンデルの法則とか言い出すとわけわかんないんですよ。これ専門家の立場で素人に話すときはいかに分かりやすく噛み砕けるかっていうのがすごく大事で、 こういう話を記事の中に書かないといけないんですよ。自分は専門家、見る人は素人、自分は野菜を育てるプロだけどお客さんは野菜を育てたことがないっていうのをちゃんと意識しないと上から目線の記事が多くなっちゃいます。そこはちょっと意識した方がいいと思うんですよ。